おはよう。おはよう。来ましたね、キープキャスト。来たね、名古屋。来たね、名古屋。ああ、まあ、バッスリっつったらさ、おう、まあ、俺らだな。ほう、当たり前だ。最近主役だ。あれだよな、釣りが平凡なのが増えてきたから。おいやろ、釣りが下手なのに口だけのやつが。あ、ほんと下手くそ。脳ガキだけ増やすやつが全員バカにしてるわ、今日。あ、ほか、お前全員バカにしてるわ、ほんと。あの、多いよな、釣りが下手だけど脳ガキ増えたやつが。ほんとな、しょうもない。マジで多いの。多いよ、口だけのが。やろうか。口より腰動かせってな。釣らない、やっぱり。腰振らないかも。あ、人間腰振ってなんぼや、ほんと。どうよ、あ、最近釣りが下手やのにな、生きがっとるやつが多いわ。カッコつけてるやつが多い。カッコつけてやがって。カッコつけばっかりやからね。まああれだよな、まあ、俺はもうバスでって言ったら、まあ、俺らやで、先生みたいなもんや。キャリアが違う。今日キャリア、また違うな。このまま俺入ってくから、このまま。あ、サングラスしたまま。まあ誰も相手されんと思うけどな。やっぱさ、釣りってなんか醍醐味やん。ああ、醍醐味だよ。ああ、それ分かってないやつ多いよな、最近。多いな。脳ガキだけ、脳ガキだけ一丁前に濃くのが。ちょっとね、カッコつけやがって。ああ、行くか、キープキャスト。キープキャスト行こう。遊びに。お試して名古屋。レゴランドがあるじゃん。レゴランドもあるけどな。これブラックバス釣りの祭典らしいぞ。お、祭典なの。祭りか、祭り。祭り大好きやからな、お前。お前俺そんでもないぞ。俺は祭り大好きだ。お、お祭り男。まあ好きだよな、確かに。祭りは。ああ、祭り行くか。まあ、ブラックバス、まあまあバス釣りはな、簡単っちゃ簡単だよな。簡単だ、誰でも釣れるよ。ああ、まあちょっとしたコツみたいなもんやな、釣りっていうのはな。おお、簡単だ。ああ、最近あれだよな、釣果にこだわるバカも増えたよな。もう釣果はまあこだわらないかんとこではあるけど。じゃないよな、俺らは。違う違う。全然違うよ。行こうか。あ、いました。あ、やばいやろ。カツ丼、カツ丼。今回これ買いに来たよ。あ、はい、はい、これ、ね、はい、これだけのために来たよ。これ有名なやつ。これやばい。これ有名なやつ。有名っていうかもうない。どういうやつ。俺全然知らない、ごめん。もう知らんだ。あ、知らないの。やべえ、やるわ、なんだか。外進出やばいやろ。もうブロック、ブロック、ヒロフログ、ブロック。うん、釣れるかな、これ。これの辺はやべえんだ。このカラー見て、これ。ほう、やばいな、これ。これおもちゃ感出てるでしょ、これ。あれ、刺激すんだよ、俺の夢を。いや、バスはね、こういう派手なカラーの方がね、釣れるんだ。釣れるよ。これやばい、グリーンじゃない。これちょっと形は違う。好奇心が強いんだから、うん、そのナチュラルなやつばっかりやっても。ナチュラルな釣れないんだよ、逆に。釣れない、逆に。これ、もう白な。おもちゃ感あるよ。いや、おもちゃだよ。こういうのは釣れる。おもちゃ。こういうのは、うん、だからあんまりナチュラルすぎると逆に見破られるんだけど、あとこういうダースベイダー。おー、これ何。これはお前の、どうやって使うの、これ。バズベイトっていうか、水面をこう走ってきた時にこれがペラ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 でふわーっていう、そのなんだろう、勢いで食わすみたいな、うん、ドーンってリアクションのな、リアクションバイト。これは強いぞ、これは。マジで出るとき出ると、この緑いいかも。だから、ああ、行き行ったとき、まず一発目トップで出そうなんだけど、まずこれで探るんだよ。もうこれ探って、次、ガーン、次これか。そう、次これか。それ逆に、先にこっち入れといて、うん、あのでっかいバスにスイッチ入れるよ。デカバスな。デカバス、スイッチ入った後に、これ巻いてくるの、トップで。そしたら、入ってるやつで、ドーンのドーンのドーンの。そこで、結局食わなくて、最終的にオオサンショウ。そうや、オオサンショウ食わんかったらな。オオサンショウ大体でもこのコンビで大体食う。いや、そこ食わなくてオオサンショウだ、大体仕留めるのはオオサンショウ。俺のパターンはね。あ、お前はな、うん、大体俺はこれでワンツーで釣っちゃう。いや、多分釣れないから、オオサンショウ。あ、他も釣れるよ。めちゃめちゃやばいよ、お前。このためにお前キープキャスト来たの。
これだけのために。あ、そうか。まっすぐこれ買ってすぐ取り。終わっちゃう。あ、来たよ、ソーザルマーメン。なんか写真とだいぶ違うけど。写真と違う商品が来た。めちゃめちゃ少ないやないか、これ。いや、でもうまいんだよ、ここの。ここのザルラーメンがやばいよ。マジで。うまそうだ。これはやばいよ。うまそうだ。ここお前、名古屋で一番うまいぞ。うまいか。コシがあるな。コシありそうだな、確かに。確かに。いいやろ、俺。これ使おう、これ明日これ使っていい。一投目これ投げて。バガれる？バガれちゃう。あれやね。スイッチ入る。これな。これ3投投げた後に5、3、4、5投げる。根掛かりもしづらいな。潜らないから。ほとんどトップやろ。そうやな。だから結構太いラインでもうずっと使えるやつだな。そうだな。この色も強くない。これもいい。名前がなんだこれ。フロッグだ、フロッグ。ビーティー。こういうデザイン。おもちゃっぽいってことだな、こういうデザイン。フロッグプロ。フロッグプロ。売ってないからな、これ。見たことないやろ。もう売ってないよ、これな。やっぱり限定カラーだ。なかなか買えん、どこだ。こんなん手作りだよ、これ。全部。もう売ってないよ。一個一個。お前ここにスパゲッティ行こうとかって入って、みたいな。でスパゲッティ食ってないじゃん。あとだよね。いや、いいよこれ、カツ丼。あ、カツ丼うまいな。これうまいよ。うまい。まあまあ。まだな。それ明日映画撮影あるから俺ら。もう映画の撮影やな。頑張ろう。まだな。どうまだ。どうやったっけ、キャスト。おお、よかったな。2019年3月9日。バストルトラとライギョルアフィッシングの総合イベントっつって。ライギョルアって言ってた。バストルとトラウトライギョルアフィッシング。バスばっかりやったね。うん。俺意外に人見知りって知ってる。お前。うん、お、知ってるよそれは。極の人見知りじゃん。お前何言ってんの。そう、いろんな人間お前。うん、まあ、有名な人だろうと思ってお前。うん、近くでお前こうやって見ちゃってお前。おおるおる、いろいろおると思って。ほう、うん、言ったらいいじゃん。なんか俺高橋です。知らないな。知ってますかって。知らんがな。白い目が見られるぞ。いろいろおったな。あの高橋ですよって。そうも有名でねえぞお前。言ったらいいな。そう知られてない。勘違いしてね。勘違いしてる。いろいろ見たで俺。あ、なる、見た。おー、いろんなの舐めるように見てきたよ。女か。おー、もちろん女か。それ当たり前。ジローって下から上に。おー、下から上にな。くどいぐらい見てきたよ。結構いい女もおったからな。そうか。いや、おったよ、おったよ。おったな、まあな。結構足出しとるからよかったな。ほんと。そんなこと言わなくていいから。あれだな、いろんな、なんか人のなんか話聞いちゃって。もう、しょうもないな。しょうもなかった。釣れるんだよ、そんなことしなくても。ほんと。みんなどうだった？そのトークショーとかなんかみんなやってたやん、いろいろ。まあ、そんなにちょっとしんどいから立って聞けないよね、ずっと。あ、お前あんまファンじゃないからな。30分1時間トークショーずーっとやってんだよ、あれ。しんどいわ。疲れた。5分ぐらい立って聞いとるだけで、ってちょっとしんどいな。なんか見ても、なんか名前を出てこんけど、顔見たことあるような人いっぱいおって。ああ、俺それはないけど。ほんと。大体顔見てもわからない人ばっかり。まあマニアだからな。まあいい。一部の有名な人はわかるけど。あ、一部の人で見て、うん、あ、名前の通った人。そうそう、名前の通った人はちらっと見て、うん、ああ有名人だと思って。ああ、雑誌とかね、たまに載ってたりする。たまにじゃない、いつも載ってたりする。俺がたまにしか見ないだけで。なるほど。ただちょっと俺らの釣りとはちょっと違うなと思った俺は。ああ、そう。ああ、なんか俺はもうやっぱキャリアが違うやん。違うね。ああ、だからなんかまあそのどっちがうまい下手は俺も競うつもりもねえけど。ああ、
か技術みたいなくだらないこと言うつもりもないけど本当に急に喋り方変わったよね、まあ、だけどやっぱりなんだろう普通にやっぱりなんかちょっと違うなって感じだな、そのトークショー見て俺は。ああ、そう、なんか違うなって、おー、何のために生きてんだってみたいな。おお、まあ仕事だろうな、かっこつけてんだねみたいな。いや仕事だって、うん、いや結局なんでじゃあ、うん、ああやってかっこつけちゃうか分かるか。お前分かる、かっこつけ、おお、あれ女にモテたいから。そうかそりゃそうだよ、お前女にモテたいから、お前みんなおしゃれしたら、お前女もそうやろ、あれ、まあ、女は男にモテたいから、お前何求めない、女の、ああ、ちょっとこれ、それだけだよ。すぐ下ネタ言っちゃうから、ちょっと言わないけど、俺お前シャニ構えて喋っちゃってよ、うん、でもね、そんなんじゃないだろ俺は求めてるって。でもほとんど見に来てるのは男ばっかりなんだけど、おっさんばっかりしな、かわいもんの女にも出たいもクソもねえやろまあ俺も結構引きこもりだからな、こう見えて、うん、実は極度の人見知りだもんな、極度の人見知りだからな俺よう声なんかかけないぞお前、透明で見て、かわいい子おったよ、おった、うん、まあ、女なんかどうでもいいけどな。いや俺女しか見てない、どっちかというと。俺結構あんまり女の、正直本当はどうでもいいんだよ。あ、そうなの。まあ、釣りだよ。それは初耳だよ。釣るかどうかや、俺ら。いや、お前さっきまで釣りなんかどうでもいいやつ撮ったの。いや、撮ったか、うん、いや、じゃあちょっとでもさ、俺なんか違うなと思って、キープキャストは。うん、俺とは。なんか進んでる道が違うなっていう。ああ、違うのかな。全く違う、うん。なんかその、やっぱ俺はやっぱりその、うん、もう30年やってるやん。うん、30年、40年やってる、うん。だから、まあまあ、ちょっとまた、俺はまあ、年もいってるから。うん、やっぱりもう一個高みにおるんだろうな。ああ、そりゃそうだろう。ああ、あいつらカスだ。気なすねよ。ああ、ごめん、なんかすぐ気なしはいかん、癖が出ちゃう。いや、もちろんみんなも素晴らしいんだけど。いや、お前何言っとんのお前。いや、素晴らしいんだけど。もちろんない。キープキャスト、カスだ、カス。青かお前。カス。キープキャストに来とる方々は、うん、素晴らしい人ばっかり。なんだけど、なんか変な、また俺はちょっともう一個上行っとるな。いや、変なやついっぱいおったって。おった。お前。気なすな、待て待て待て。お前も変だ。まあ、じゃあ俺もだいぶ変なやつだけど、うん、だからまあキープキャストに来てた方々も素晴らしい人いっぱいおったよ。いや、おるだろうけど、ね、なんか変なやつ、変なやつおったか、変なやつな、お前人、変なやつばっかりだ、ほんと変なやつおった、いっぱいおった。なんだこいつ、普段どこにおるんだろう。俺も変だから、うん、俺は結構そういう変なやつの味方なのよ。あ、そう、うん、あの、うん、モテないとか、うん、なんかオタクみたいなやつ、なんか、いや、そういう意味世に出れない人好きなの、うん、そういう意味じゃない。変わり者の、なんか変わり者、確かに変わり者の、ね、変わり者も結構好きなの。変わり者の変なやついっぱいおったよ。おったか。だからちょっと俺とはな、やっぱ次元ちょっと違う道行っとるかな思ったら。まあまあな、お前は極度の人見知りだから。何が？お前は極度の人見知り。もう極度の人見知りで、お前声なんかかけれないぞ、勇気がないっていうの。隅っこに隠れちゃう。隅っこにいたらいいんだよ。隠れてな、お前。人前に出れないから基本が。こう影とという影。でもちょっとおもろかったな。いや、おもろいおもろい。ちょっと俺サインもらえよかって、勇気なかったんだよ。ああ、まあな。うん。来年は、来年のやつちょっと一回向けて、お前、サイン、色紙ボートを持ってたな。うん、すいません、ファンなんですって、みんなにファンでもねえけど、ファンなんですって嘘言ったらサインもらわないから。交流せない。サインもらおうか、サイン。うん。たまにやな。そんな気ないくせに言うなよ。ちょちょ、ほんとほんと。じゃあ今回持ってこようと思ったんだよ、サイン色紙を。あ、そう。うん。T シャツ持ってくればいいじゃん。いや、あの色紙に書いてもらえない。色紙なんかゴミになるだけだよ。タカちゃんねって。ゴミになるだけだよ。タカちゃんねって。なんでタカちゃん。高橋だよ俺。ああ。偽名だけどお前。あれやらないかんかったな。ちょっとでも正直マジであの住んどる世界がちょっと違うな俺らは。もう一個上だな俺ら。違う違う。うん、それ思った。ああ、ちょっとあのどっちが偉いとかしたとかも言いたくねえよ俺も。おお。なんか。いや、言わいいじゃん、別に俺が上だよって。自信持って。いやいや、上とか下とか言うつもりもねえけど。いや、言ったらいいんだよ、自信持って。俺が上だって。ちょっと次元がまた俺、もう一個上におるかな、思って。だろ？だから上だって言ってんのよ、お前それ。自分で。うん。まあ、そういうことで。はい。じゃあ、キープキャストはまあ、こうやってあるけど、うん、だからさ、まあ、俺が引っ張ってったって言ったら、まあ、ちょっと規模がちっちゃいなと思って、キープキャスト。あ、そう？当たり前だよ、お前。ポイントネット名古屋だろ？名古屋って言ったもん、名古屋ドームだろ。ああ、そうなの？名古屋ドーム満員しろっつって。まだまだやり方甘いだろ、俺、釣り業界も。そうか。当たり前だよ、こんなもん。やっぱりコミットメントが違うのよな。でも、車で来るのだってここはいいんじゃない、やっぱり。名古屋ドーム車で行きにくいでしょ。行きやすいよ、お前。駐車いっぱいあるよ。あ、そうなの？ポイントネット名古屋
人が少なすぎるよ。人が集まらないとこだからいいんじゃないか、うん、ちょっと外れの方が反論ばっかするね。名古屋のこと別にその場所をポートメッセ名古屋は、いやもうちょっとちゃうじゃん。俺が言いたかったのは俺らの力使ったら、うん、桁が丸が一個違うよ。ああ丸丸な丸が下になっちゃうな。何丸が下になっちゃう。いや違う違う、そうぐらいのやり方でやらんと二つ三つ下になっちゃう。丸今はな、だけどこっからお前やらないかん。どれらもうやらなかん。私は映画撮影やってお前、お前俺は映画監督としては負けてないから。映画を止めるなんてあるやん、あれ超えたろ。カメラ止めるな。あカメラ止めるか。あれ超えたろと思うの俺。やれる俺。やれるやろ。やれるやろ。やれる。うん、おう、じゃあカメラを止めるのはブラックバス編っていう名前でしょ。パクリ。ボロパクリで。そうか。ガメラを止めるなって書いておけばいいじゃん。やるか。うん、それでもうサムネ詐欺。サムネ詐欺。あれ。モノマネみたいなのか。そう、いやサムネ詐欺だからいいんだよ。だからさ、うん、もうみんなも言いたいんだけどやっぱり俺ならやれるやろ。やったらいいじゃん。今日さ、もうくどいようだけど、ごめんな、ちょっと話長くて。おいい。キープキャストに来てる人さ、これ、ね、いろんな著名人の人とか、なんかね、ルアー作った方々、いろんな人見て、もちろんすごいと思ったよ。すごい人たちいっぱいいるな、思って尊敬してリスペクトしたよ。だけど、ちょっと、俺まだもう一個上の次元、俺は行っとるな、思ったな。お前、真っ向言って喋りゃいいじゃん、上で。あ、おか、ステージの上で。あの勇気ないよ、俺。だちょっと次元が違うな思ったの俺は。うもう一個上おるわ。もう一個まだまだやなって言いたかった。別のステージ作ってお前も喋りゃいいじゃん。じゃあ何がやろ。このステージでな。じゃあステージじゃあ高橋トークショー。いや俺はな、もう覆面して喋ってるじゃん。覆面してな。もっとあれなんだよ。もうあるやろ昔の映像が。なんだか。ビートルズがお前に日本に初めて来た時みんなが、ああいうイメージでおるから俺は。みんなが失禁するみたいな。いや、イメージ大事だよ、イメージがね。で、キープキャストもすごかったの。いや、キープキャストすごいよ。すごいし、来てる人たちも、ほんとな、頑張ってるな、思ったけど。こんなイベントやってんだな。ちょっと違うなと思ったな、俺。そうか。うん。俺の次元に早く来いって感じ。まだまだやな、そうか。じゃあ、また。おぉ。じゃあ、ありがとうございました、キープキャストさん。キープキャスト、よかったね。うん、まあ、よかったね。また来よう、明日。面白かったよ。また明日来よう。ほんでやな。はい。疲れたな。負けるねお前。いや疲れたな。なあ、明日映画だぞお前。ブリスボン2。うん。映画カメラを止めるな。ブリスボン2だよ。ああそうか。やれるか。おやろうやろう。やれるかお前。うん。ブリスボン2ってことは1があるの。ブリスボン。1見てないの。見てない。ごめん。俺も映画見てないの。見てない。映画ブリスボン。名作中の名作って言われてる。知らんのか。初耳だそれ。初耳だったか。ブリスボン2なの。2だよ今回。1がある。1はどんなやつなの。ワンはお前、それはお前誰が出てんの。俺一人だよ。一人か、一人かよ。名作中の名作でも有名だぞ、プリズボン。映画プリズボン。有名なのか。プリズボンの意味わかるか。プリズボンあんまり分かってない。お前は知らんのか。知らない、あんまり。お前知らんくせに釣りを語っとったんか。うん、まあまあ、ね、いや映画プリズボンっていうのはな、うんうん、プリズボンっていうのはブラックバスが3月、琵琶湖の3月、あ、分かった、分かった、産卵ね、産卵。そういうこと、そういうことですよ。それを言っとるね、映画プリスボーン。じゃあ明日産卵バスを狙うってこと。当たり前だよ、腹がパンパンなのがおるよ。おる明日。うん、別に産卵が3月25日これ一番来ると思うんだよ。大量に3月25日になった瞬間に満月みたいな感じで卵が100万匹ぐらいドババー出るって。じゃあその前だからいいじゃん。その前もちょろちょろ今産卵前に腹が減って食う個体がおるの、でかいの。それがいいんじゃない。それ狙いに行こうっつプリスボーン。卵産む前がいいよ。ネストだよ、ネスト。卵産む前が。産む直前のは腹いっとる。腹パンパンのやつ。腹パンパンのやつ。おい、それ取ろうよ。おいだな。おい、捨てるわ。小餅や、小餅。